空に咲いた顔。これは私が現在の勤め先で働き始めたばかりの頃、配属された部署の先輩から聞いた話です。先輩がまだ中学生か高校生の頃、同級生の男子生徒がある夏の日、海水浴に出かけたそうです。しかし残念なことに、海水浴に行った先の沖合で波に飲まれて命を落としてしまいました。その男子生徒が亡くなってからのある日のこと、夏休みが明けてちょうどクラスは新学期の授業中と、ここまでは良かったのですが、次の瞬間、窓際に座っていた一人のクラスメートが窓の外を見て息を呑んだそうです。それもそう、窓際には夏休みに溺死した男子生徒の生首、プリントアウトしたような顔が空に浮かんでいたのですから。これは私が今までに見聞きした中でも最も恐ろしい体験談でした。